新高島平にやってきました。今回はりんりんちゃんのスペシャル企画ということで、こちらりんりん号で巡る板橋のおすすめスポットです。このりんりん号は新高島平から東武東上線下赤塚まで様々な場所を巡り、地域の人の足となったり、また観光にも一役買ったりと人気を集めているんです。今回はそのりんりん号に乗って板橋の魅力を満喫してきます。それでは行ってきます。りんりん号は平成22年から運行しているコミュニティバスです。ルートは板橋市場から新高島平、下赤塚駅周辺をめぐり、およそ35分に1本の割合で運行。観光、文化施設の集まった赤塚徳丸地域の足として活躍しています。まずりんりん号に乗ってみて気がつくことは、いろんなところにりんりんちゃんが描かれてて可愛いね。ねえ、なに？全部で29個も？そんなにたくさんりんりんちゃんがいたんだ。なんか囲まれてるんだね。どれぐらいの人が利用してるかって？どうなんだろう。たくさんの人が利用してるって聞いてるけど。 10って10万人？そんなにたくさんの人が利用してるんだ。りんりん号に乗ることおよそ5分、区立美術館に到着。館ではサザエさん生誕70年を記念した展覧会が行われています。現在こちらで寄り抜き長谷川町子展が開かれていますが、なぜここで開催されることになったんですか？はい、長谷川町子さんは生前絵をコレクションしていて、自分の集めたものを展示する美術館を世田谷区にオープンしているんですが、そちらではあまりサザエさんの原画などはたくさんは展示してないんですね。それで今年がですね、サザエさん生誕70年ということで、その全貌を見せる展覧会をやりたいということで、こちらで開催することになりました。なるほど。展覧会の見どころはアニメではなく新聞の4コマ漫画の原画が展示されていることです。町子が描いた跡というのがすごくよくわかるようなものが多くて、直してあったりとか、上からバツで別の文字が書いてあったりとか、漫画を描く上での工夫なんかもよくわかるようになってます。わあ、面白そうですね。他にも会期中にはここでしか買えないオリジナルグッズを販売しています。りんりんちゃんもサザエさん好き？なになに？そのサザエさんの展覧会実際に見たいって？そうですか、わかりました。それではチケットプレゼントいたします。展覧会の入場券を10組20名様にプレゼントいたします。はがきに必要事項を記入の上、ぜひご応募ください。次は美術館のすぐ近くの区立郷土資料館へ。9月11日まで収蔵品展、すり物、日本の名所と風景を開催しています。今回のすり物展、どのような内容になっているんですか？すり物というのがですね、一つの木版画ですとか、銅版画、一つの版から複数のものを印刷したっていう、そういったものになってくるんですけれども、そういったすり物の中でもですね、特に名所を描いたような、そういったようなものというのを中心に展示しています。名所というのは例えば？富士山ですとか厳島神社とか、そういった信仰の対象になるようなところというのが中心になってきています。じゃあそういった絵を見ながら各地の魅力を知ることができる内容になってるんですかね？はい、そうですね、そういった旅行気分を味わっていただけるという、そういった意図で展示しています。およそ140点ある中から板橋のすり物を紹介してもらいました。こちらが板橋を描いたすり物ですか？そうですね、すべて板橋を描いているすり物になります。
で特にこちらの、まあ、木曽街道板橋の駅というところを、まあ、見ていただきたいんですけれども、はい、もちろん旅人ということが描かれてはいるんですけれども、当然、まあ、その旅に出る人ばかりではなくてですね、まあ、それを、まあ、見送りに来た人ですとか、まあ、そういったいろんな人も描かれておりますので、まあ、この板橋宿という場所がちょうど出会いと別れのそういった場所だったんじゃないのかなと言えると思います。今で言うとどのあたりを描いたものなんでしょうか。ちょうど JR の板橋駅のところというのがこちらの絵図の場所になりますね。へー。他にも館内にある古民家では9月10日から年中行事お月見飾りが行われます。今後はどのような展示が行われるんでしょうか。はい、今度10月の1日からですね、伝統工芸展というものを行う予定でいます。で今度はその職人さんたちがですね、実際に資料館に来ていただきまして、実際のその仕事を披露していただいたりですとか、あとは今体験していただくような機会というのを作る予定でいますので、ぜひ京都資料館にいらっしゃっていただければと思います。実際に職人の技を間近で見られるっていうのは貴重な機会ですね。りんりん号で赤塚地区を巡る今回、次は大門にある赤塚諏訪神社へ向かいます。板橋十景に選ばれているある行事が開催される境内で、観光ボランティアの方と待ち合わせをしました。こちらはどういった言われのある神社なんですか。なかなか趣のある神社で、あの室町時代に赤塚の城主であった千葉頼胤が信濃の諏訪大社の分霊を勧請して分長久を祈ったと言われております。でこの奥の本殿には武水方の神というあの神様が祀られております。立派な彫刻がありますので、一度ご覧になるとよろしいかと思います。こちらの神社では旧正月に行う田遊びという行事が有名です。田遊びとは稲作に密着した神事で、年の初めに五穀豊穣と子孫繁栄を神様に祈願する神事です。この諏訪神社では毎年2月の13日の夜行われておりまして、これは国の重要無形民俗文化財に指定されております。で寒い夜ですので、こちらで焚き火がボンボン焚かれましてね、神事を行っております。また北野神社では2月の11日に行われておりまして、これも文化財に指定されております。まあね、寒い冬の時期にそれだけ大きな火を焚いて、こう厳かな雰囲気で行われるんでしょうね。そうですね。この神事は、大昔から伝えられていると聞いております。今田んぼや畑があのだんだん少なくなってきていて、田遊びもなかなかやっているところが少なくなりましたから、これは貴重な行事だと思います。次は四つ葉にある水車公園へ。昭和61年に開園したこちらには、昔区内にもあった水田が復元されています。公園内に植栽があるって珍しいですね。そうですね。ここは水車と田んぼのある田園風景を模した珍しい公園です。で上の方の田んぼには区内 の, あの親子の方たちが稲を作っておりまして、でこちらの下の方は小学校2年生の3校の生徒さんたちが田植えから稲刈りまでを実際に体験しております。で今だいぶ穂が伸びておりますけど、これはもち米です。ですからあの9月の刈り入れが済みますと、餅つきなどのイベントもあるようです。後ろにはね、かかしも見えますけど、あれも手作りですか。そうですね、あの田んぼに関わった方たちの手作りで、かわいいですね。なんかこう農業がね、本当に身近に感じられますけど、どうしてそういうものが公園の要素に取り入れられてるんですか。そうですね、この辺は赤塚田んぼとか徳丸田んぼと言われておりまして、江戸の米蔵になっておりましたから、そんな思いが込められているんじゃないかと思われます。園内にはおよそ360坪の日本庭園からなる徳水亭があります。いや、大きな池があって立派なお庭ですね。そうですね、ここは昭和61年に築造されました。日本庭園の中にこういう茶室のある、庭園は板橋区内ではここ唯一です。でこの辺りは前厚川という清流が流れておりましたので、水系を排した
庭園になっております。ここは緑と水とそれから茶室のある心落ち着く庭園になっております。本当ですね。区内のちょっとね喧騒から離れてここでほっと心を落ち着けられるというか趣のある場所ですよね。そうですね。散歩の途中でちょっと立ち寄っていただけると、うん、心地よい公園だと思います。これからの時期は日本庭園で七五三の記念撮影はいかがでしょうか。ぜひご利用ください。りんりん号で巡る板橋おすすめスポット、最後は下赤塚、地下鉄赤塚駅からすぐの3代続く和菓子の八の木を訪れました。こんにちは。いらっしゃいませ。あら、かわいいですね。よかったね。はい、こちらに板橋の一品があると伺ったんですけれど、はい、こちらにどら焼きが4種類ございます。ほう、このどら焼き、はい、ふわっとどら焼きっていうんですね。そうです。あれよく見ると粒あんと抹茶クリーム、小倉クリーム、ラムレーズンまであるんですか。そうなんです。珍しいですね。ハマるとレーズン皆さん買われていきます。あとちょっと気になったのが、はい、ふわっとどら焼きってことなんですけど、はい、やっぱり名前の通りなんですか。そうなんです。皮を焼くときに銅板っていうんですけど、鉄板で焼くんですけど、その時に蓋をして、蒸し焼きにします。そうすることでふわっと軽い食感になって食べやすくなります。どんな味なんだろうね。何やっぱり食べたいってちょっと食べたいなっていうことなんですが。はい、わかりました。じゃあご用意します。ありがとうございます。多い時には1日300個売れるふわっとどら焼き、定番の粒あんをいただきます。あれ、あ、ふわっとどら焼きの前にこれ夢に乗せてって書いてあるんですか。そうなんです。私の父が、皆さん夢に乗せてそういう気持ちで食べていただきたいということでつけました。素敵ですね。おー、あんがぎっしり。この手で触った感じも、はい、生地がちょっとしっとりしてますね。そうです。いただきます。うん、おいしい。ふわっとしてるんですけど、生地が本当に軽くって食べやすいですね。ありがとうございます。程よい甘さの中にこう小豆そのものの美味しさもしっかり感じられますね。そうですね。うちではお菓子はみんな甘さ控えめであっさりと仕上げています。特にあんこは北海道の醤油を使って時期によっても水加減であったり火加減であったり、そういうのを変えて食べやすくしています。他にも先ほど紹介したタアソビをモチーフにした和菓子もおすすめです。10月15日16日の2日間区立グリーンホール前道路のお祭り広場を中心に第45回板橋区民祭りを開催します。さまざまなイベントが繰り広げられますので、ぜひお越しください。外国語絵本の翻訳コンテスト、板橋国際絵本翻訳大賞の翻訳作品を募集しています。課題絵本はご覧の英語とイタリア語の絵本。あなたの言葉で海外絵本の楽しさを表現してみませんか。コンビニで住民票などが取得できる便利なマイナンバーカード、現在交付会場を拡大していますので、申請から1ヶ月半程度で交付通知書をお届けできます。この機会にマイナンバーカードを申請しましょう。魅力発信板橋ナビ、いかがでしたか。これからも板橋の魅力をどんどんお届けしていきます。それではまた。